ステージじゃんけん。はい、ファルコ。さあ、このファルコというキャラ、非常に珍しい。対する竜、どう対策していくか。まあ、こういうレアキャラのね、いいところっていうのは非常に対策されてない。あとこのゲームね、すごいキャラが多いんでね。さあ、1戦目、戦場ファルコ対竜。黒い道に落ちたか、竜対ファルコ。食えねえ食えねえから外に出していく。おっと、2回目のかけそばに危ないが、この拳が出ている竜。空中処理に行く上で先出ししていって潰していく。巻き上がり、空中前を渡らず下空下空で固めていく。何かが戻した。上ね、大上のこの空上ね、非常に優秀。下空下空連打していく。空中前刺さって、さあ大上の相手に空中処理ダメージを取っていく。やはり一撃のパーセントは竜の方が有利だ。下強当たってしまってガード解除に当たるが、この波動拳を下火リフレクターで返していく。浮かして空中上、さあファルコスマッシュ攻撃隠し、空中白隠しが非常に優秀。おっと、1段目しか当たってないにもかかわらず撃墜。当たると思わなかったので若干変更が悪かったか。ファルコ決して技が揃っていないわけではないが、なぜか使い手が少ない。ガードっぽありに来たが、ギリギリ横綱暴れが昇竜拳の無敵に書き消される。まあ、おそらく横綱を狙ったのか、それとも横行の誤発なのか、それは何とも言えないか。おっと、投げの後空中攻撃していくが、力み過ぎたか、回避の暴発。さあ、灼熱へラインを回復していく。空中前太陽の相手外出していく。ガードしきれず最終段。さあ、パーセント的にはハルコンはリードしているものの、竜の撃墜力を考えればこれ以上食らいたくない。空中前しっかりガードしきってジャンプで外に出す展開持続。ジャンプを潰すためのリフレクターじゃなくてブラスター打ったが当たらず、当たったもののジャンプは作れず。後ろ上げ強気。さあ、ここの駆け上がり、あっとギリギリ。さあ、さすがにこのパーセントでしたけど上強クラウド割れてしまう。やってしまった。おっと、暴発。おっとっとっ と焦ったか。上スマッシュフルホールドを反対側に出してしまった上にが、おっと、かさたり。さあ、ついに3度目の正直。ゲームセット。その前じゃ少し半分かシンドブレイクかと。上スマッシュを外した時はまさかと思ったが、なんとか最後しっかり壊しからの昇竜拳で撃墜。さあ、2戦目。差し合い、後半の差し合い、先にダメージを取るのはどちらか。おっと、シャークネスはしっかり横風で確定していく。4番、おっと、ジャークが暴れ、強気なつかみ、下強で暴れていって、さらに、クエネから空中へ。クエネの差し込み、しっかり分かっている。引いて下強で、
浮かしてて上の円から空中へ当たるぜ。灼熱もうあと2リフレクターだよ。これファルコン横強打、横差し、以上にくちばしが強いか。ルキアラの撃されてるか。ギリギリ返ってくる竜いいね。判定案外広い。 1.4 ミの上スマッシュ確認してから回避上がりしようとしたものの持続に当たってしまい、2段目またもう先ほどの1側目と同じ2段目だけで撃墜されてしまう。上ねでファルコイリュージョン、ビジョンだっけ、どっちだっけ、落としたが暴れ食らってしまって、さあ空中へ空中へ。3回目はさすがに入らず、これは空中しろ、崖メートルにはならず。さあこのなんだっけ、セビに強いただ技、崖バイ。おっと相手は飛んでいるため、下スマッシュは当たらないか。駆け上がりどうする、イリュージョン違う、ビジョン横よ、怖いぞ。うぅスマッシュ暴れていくがギリギリ撃墜には至らず、まさかの灼熱暴れていって DA 後ろ回避を入れていた、非常に低く飛んだな、なんとか帰ってくる。さあメテを狙っていったが当たらず、冷静なつかみ。さあ腹筋ポンと舌を入れていた、あえて崖に捕まらず。さあ竜なかなか撃墜の一手が取れないまま、ファルコそのまま押し切り、いいストップを欲しい。さあ取り返したオムナオとファルコ。さあという声が出たのはユズロジェッタの勝者の勝利者です。ユウさんといえばね、あの非常に体全体で表現しているところがね、今回もまた見れるのでしょうかというところですが、今回今はオルナオ対ヒカゲの試合を出したね。それからコンボ決めていく、ジャック当て投げ狙うか、ギリギリ当たる。天井が低くて一気に試合を決めに行った可能性すらある。オムナオとファルコ対さあジャッカラ、まさかのブラスターじゃなくて下見、はい、クエネ小足を確認してガードから反撃取っていく、空中手は当たらず、ジャンプを空中前で落とす。さあこの空中前なんですが、おっとか言ってる間にこの吹っ飛ばしが強い空中しろ、下スマッシュ当たってしまって、ちょっと高かったか竜巻。波動拳避けたが反撃はなし、無力不影響を当たる。さあこのファルコが先ほどと同じようにテープが先頭台で竜を撃ってしまう、非常にいい流れ。空中整備を確認して突きに行ったが、相手はステップに逃げている。しっかり反撃取って、ウィキョッと空中へ噛み合って竜がダメージかけ、まさかの灼熱が生まれてくる。さあ灼熱を浮かして、これはやっちゃったか。まあ撃墜に相手で空中進化確定、おーっとやっちまった、ギリギリ分かっている。さあこの竜巻撃ち、やはり横方向に判定の平技を持ったキャラにはこうやって咎められてしまうというところで、オムナオとファルコが1戦目は落としたものの、2、3と8勝者が進めていくと。英語でコメントとか必要なのあったら拾ったりとか。
るだけで、口元に近づけるだけで。わかりました。じゃあ自己紹介の、よろしくお願いします。イギリスから1ヶ月ほど、はい、スマブラをまあまあ来た感じで、はいはいはい、シンランと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スマブラでちょっと実